それでごめんね。奈々ちゃんさ、はい、お嬢様芸人の奈々ちゃんの、はい、ちょっと財布の中身見せてもらっていくら持ってるのかなって気になって。なんじゃごめんね。なんじゃ取ってるよしないか。じゃあちょっとなんじゃ開けて。なんどこの財布ですかそれメーカー。わかんないです。普通革の、でもいい革の財布です。あ、でもカード入れがいっぱいあるね。お。ちょっとやめてくださいよ。小銭ちょこまずよ。ちょっと。いやいや、じゃあ待って、じゃあいくらかだけちょっとき、待って1000でしょ。なんかあった時にね。あ、そうなんだ。細かい方が。公衆電話とか使えた方がいいじゃないですか。いや使わない。2065円。はい、うん、2065円ね。で、え、小銭2065円。そうそう、小銭で。すごい。小銭めっちゃ持ってる。ごめんね、ちょっと。あ、あれ？あ、天。あ、やめて。いや、もうないです。奈々ちゃんこれ21よ。うん。21の女性芸人。はい。こちら5000。はい。6000、7000、8000、28000。うわ、これを福島のノリより持ってる。今日全然持ってないで。え、あ、じゃあ待って、3万だ。3万8000だよ。やっぱ金持ち。お嬢様だね。金持ちだな。え、昨日会場費払ってきたんでちょっと今日少ないなと思う。これ少ないの？これセリフ。俺なんかだって今日おいくらなんですか？9000と、そう、財布ちょっとあの忘れちゃってさ。忘れるほど。9000円だから、これでもまあまあ普通だよ。多分1万が、何かあったらおっしゃってください。寄付します。マジ何かあったら貸してくれ。